この番組は静岡市に住む外国人の方々のために優しい日本語で放送しています。柴田です。まずは政務からのお知らせです。外国人住民懇話会委員募集。静岡市に住んでいる外国人住民の日常生活に関するさまざまな問題を検討する静岡市外国人住民懇話会の委員を募集します。この会は外国人住民の生活に関する問題について話し合い、市政への活用を検討する会です。1年間に4回程度集まって話し合いをします。任期は2013年6月から2015年3月までで、静岡市内に1年以上住む外国人住民などが対象です。会議は日本語で進められるので、日本語での聞き取りや意見の発表ができる方が応募できます。応募方法は、まず申込書に必要事項を記入してください。申込書は静岡市役所静岡庁舎15階にある男女参画市民共同推進課市ホームページ、または静岡市国際交流協会にあります。申込の期限は4月30日火曜日です。記入の終わった申込書は郵便で送るか、直接男女参画市民共同推進課へ届けてください。わからないことがある場合は電話で聞いてください。電話番号は 054-221-1372 です。日本語か英語で質問することができます。続きまして、東海地震に備えて今週のワンポイントアドバイス。震度とマグニチュード。震度は揺れる大きさです。いろいろなところで調べます。震度1から震度7まであります。震度1は小さい地震です。震度7は一番大きい地震です。マグニチュードは地震の大きさです。地震の中心で調べます。震度3、家が揺れます。地震がわかります。震度4、家がかなり揺れます。物が倒れます。歩いていても地震がわかります。震度5弱、みんな危ないと思います。物につかまりたいと思います。食器や本が棚から落ちます。震度5強、家具が倒れます。ブロック塀が崩れます。車の運転ができません。震度6弱、立つことができません。ドアが壊れて開きません。家具が倒れます。家が壊れます。震度6強、立つことができません。家が倒れます。震度7、動くことができません。ビルが壊れます。以上、政務からのお知らせでした。